皆さんこんにちは、レナです。今日はハイデルベルグに来てます。後ろでもハイデルベルグのメインストリート、ハウプシュトラッセです。ここは本当に昔ながらの建物が並んでて、いろんなお店があります。そのハイデルベルグを今日皆さんとシェアしたいと思います。行きましょう。早速地図見つけました。そうだよ、これ全部アルチュタッツと言います。だから昔ながらの旧市街、そう、それここはスタートで、お城がこっち。今日このお城まで行きたいと思います。 その間はこれホープチュタッツ全部こうザーッと、これ多分ね、こっから反対側の門まで歩くと20分ぐらいかな。ああ、それぐらいだと思うよ、ね。だからそんなに大きくないよね、旧市街っていうのはね。うん、でも全部めっちゃ綺麗だし、あと川とかも見に行きたいし、うん、ハイデルベルクの街並みを紹介したいと思います。これドイツにしかないかも、日本に見たことないけど、これパブリックライブラリーみたいな感じで、え、ここにもう読み終わった本を入れて、自分が次に読みたい本をピックアップする。マジで無料の交換システム。すごいね、こんな物々交換システムみたいな。そうそう、いいよね。あ、でもこれが成立するぐらい治安がいいってことじゃない？誰もさ、全部持っていかないってことでしょ。あ、持っていかないし、なんか閉めれるかもしれないよ。あ、夜は、その濡れないように。雨とかでも困るもんね。ちなみに日本語もあるかな？日本語はないでしょ日本語はないかな英語とドイツ語はあるで、ね、うん、そんな感じ。これはミュンヘンにはないよね。ミュンヘンで見たことない。あ、あるの？エアディンとかにもあるよ。あ、あるんだ、うん、じゃあドイツ全体的にあるんだ、うん、日本も導入した方がいいかもね。でもなんか私はまだ住んでた時にはあんまり見たことなかったから、最近のことです。皆さんも読まない本とかあるじゃん、もう買ったけど。あるでしょ。だからこういうところ持ってきて他の人に読んでもらって、で自分は新しい本を持ってきて、まああれだよ、どんどん日本はブックオフがあるでしょ、まあ、あるけどそこに読み終わった本を持っていく。でもお金払わなきゃいけないじゃん、うん、そう。ここは無料だから ね、このシステムでコミュニティ全体で頭が良くなるっていうね。そう、素晴らしい。これだよ、ドイツのこう私が好きなデザイン、この尖ってる屋根とか。ああ、あれ可愛らしいよ。でもすごいね、この通りこういう建物がもう両サイドにぎっしり詰め込められてる。そうそう、これは何、昔からあるんだよね、このために作ったとかじゃなくて。ああ、もう何百年前から残ってる街並みってことだよね。何百なのかな。だってハイデルベルクってその戦争で燃えなかった街。ああ、そうそうそう、だからこんなに古い歴史が残ってるよね。そうだよ。ティーショップに抹茶があるよ。オリジナル抹茶、アウスヤーパン宇治抹茶、57ユーロだけど、30グラム。相当高級な抹茶なのか、輸入したから高いのか、両方あとは茶筅とか茶杓があるし、茶碗とかも売ってる。一つ気づいたことがあります。ハイデルベルク、メガネ屋さんが多い。メガネ屋さんが10メートル大きいにあります。多いね。もう3つストアを挟んだらメガネ屋さん。だからみんな目が悪いってことね。なんでこんなメガネ屋さんが多いんだろうねフルンバロン、ここにあるでしょ。これもメガネ屋さんでしょ。そういうこと。あそこもメガネ屋さんでしょ。で、こっちもメガネ屋さんでしょ。チュース、チャチャオ。ママの電話。ママから電話。すっごいおしゃれなスーパーマーケットです、ね、もったいなくない、スーパーマーケットにしては。こういう建物の中にスーパーマーケット、すごい。なんかポストオフィスみたいかと思った。あー、ね、そうだね。ハイデルベルグは大学の街なので、うん、ここら辺に学生さんがみんなパーティーをするらしい。もちろん月曜日のお昼にはパーティーしない今はガラガラですけど、これが夜になったら学生たちが出てきて、うん、多分ここにも多分テーブルとか並ぶのかな。分かんない、あのバーがたくさんあるって言ってたから、ね、多分夏にはより混んでると思う。いいかもね。これがハイデルベルグの一つのすごい古い教会です。ちょっと入ってみましょう。この教会は1441年に作られた教会です。もう600年ぐらい前ってことだよね。そうだよ。素敵なプロテスタントの教会で、すごいシンプル。カトリックとプロテスタントの違いはもうすぐ分かるね。教会入ると装飾がすっごいきらびやかなのがカトリック。
そうでシンプルなのがプロテスタント。皆さんぜひ覚えておいてください。この教会に広島と長崎の爆弾のメモリアル、うん、原子爆弾ね、原爆、なんでか分かんないけどありました戦争を忘れないように。そうだね。お、教会から鐘が鳴ってる。1回しか鳴ってないよ。なんでか分かる？1時だから。そうです。あ、じゃあ2時だったら2回鳴るの。そう、分かりやすいね。そう、この橋はアルトブルケです。古い橋、古い橋そのままだね。ね、でネッカー側を通ってる。で、あっち側にすっごいおしゃれな家たくさんありますよ、ね、多分高級住宅街なんじゃない。そう、でも昔ながらの家しかなくて、で景色がすっごくいい。お城も見えて、あとはその街並みが見える。そうだね。チャチャーン、ハイデルベルグ城丸見え。今からあそこに上がっていきたいと思います。そうだね。ちなみに約700年前に作られたもので、一回も壊れてないんだね。いや、あ、でもちょっと壁崩れてるね。そう、壊れたりしたと思うよ。直しながらかな。ここがマーケットプラスです。マーケットプレイス、そこに教会があって、そう、周りにレストランとか、こっちもレストランとかかな。で、これ結婚式場と、あの市役所だね。あとツーリストインフォメーションも入ってる。だから皆さん何か質問がある場合はここに聞いてみてください。ケバブショップ、ね、あのケバブはいくらかを今見ようとしてる。 6.9 ユーロ。なんかすっごい値上がりした。900円ぐらい日本円で、うん、そうそう、そう、ドイツは物価が高いです。高い。円安の影響もあって僕たち何も食べれません、うん、だいぶ高い。バイバイ。 See you up there。 あっちに歩いてお城に行ける道、こっちはロープウェイ、ロープウェイでカーソルに上がる道。友達は歩いて行きましたレナさんが怠け者なのでロープウェイ使います。あ、じゃあ歩きます。はいはいはいロープウェイ。じゃあ誰が怠け者か分かりましたよね。みんなめっちゃ並んでるし、大行列してるね。9ユーロだよ1人。 Yes。 1200-1300円。 Yes。 え、じゃあ歩く。 Yes。 はい、登り始めました。すでに息上がりました。315段だよ。あ、じゃあ意外と楽勝か。はい、1人ダウンしてますさよなら。タカが遅いから待とうかなと思って。さよなら。待ててあげると思いました。はい、ダウンしましたこの人。なんだ、暑い、もう限界、はあ、歩け。救急車、救急車、救急車呼んで息切れそう。大丈夫、もうちょっと。着きました、はあ、350段タカがだいぶ死んだよ、途中途中。楽勝。あは楽勝。 No。 もうちょっと運動して今年。皆さんぜひロープウェイ使ってください。 No。 歩いてください。わあ、綺麗。はい、お城を見ましたけど感想は？壊れてるところどころじゃなくてだいぶ壊れてる。だいぶボロボロだよ。これ落ちたところなのかな。そうじゃない、こう崩れてガッシャンと落ちたんじゃない。そっちのツーってたやつがドーンって落ちた。誰か重たい人がジャンプしたんじゃない中で。いや違います。これもめっちゃ可愛らしいよ、この道。昔ながらの家が並んでる。でもここに住む人大変だけどね。車がないと生活できない、全く。この毎日歩いてたら歩ける。毎日歩いてたらえらいことになる。健康になる。ならないよ、腰が痛くなるね。のということで、ハイデルベルクのお城と古い街並みを見せることができました。いかがでしたでしょうか。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。
ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。